ピーターを使った演奏回路を作りましょう。最初にブロックを置いてボタンをつけ、リピーター、レッドストーンの順番で並べます。左にレッドストーンを10個置きます。レッドストーンの左端と真ん中から上に向かって3クリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックは4個置いたら種類を変えます。回路を追加する場合は右にレッドストーンを10個置き、右端からも3クリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックの右にレッドストーンを置き、0クリックリピーターを3個置きます。リピーターの間に音ブロックを置きます。音がない場所は別のブロックを置きます。音ブロックは数字の行だけクリックします。色は音ブロックの下に敷く地面の種類を表しています。白は石ブロック、黄色は砂ブロック、明るい水色はガラスブロック、暗い水色は骨ブロック、明るいオレンジは木ブロック、暗いオレンジはウールブロック、明るいピンクは金ブロック、暗いピンクは氷塊ブロック、明るい緑は草ブロック、暗い緑は粘土ブロックです。実装されている楽器が少ない場合は白、黄色、明るい水色、明るいオレンジはそのままで、残りは草ブロックを使います。最後にボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った演奏回路の作り方です。次は今回の曲の設計図を表示します。動画を一時停止しながら作ってみてください。どうもこんにちは。本日の担当はアンツです。よろしくお願いします。さて今回の曲はボーカロイドより神崎伊織さんの君の神様になりたいです。というわけで今回は神崎伊織さんの君の神様になりたいを作ってみました。全然ミクっぽく聞こえないハスキーな感じの歌声と、人間の本音をざっくり暴く鋭いナイフのような歌詞が印象的な曲ですよね。語彙力がなくて本当に申し訳ないですが、ハイパー好きです。めっちゃパネー。ちなみにですが、命に嫌われているの作り方動画もすでに上がっていますので、よければこちらも見てみてくださいね。さて今回のカエルについてです。今回の注意する点は2つ、スピードとフルートです。まずスピード。今回は原曲の速さが BPM200 なのに対し、リピーター回路の演奏スピードが BPM150 なため、めちゃくちゃ遅く聞こえてしまいます。気になる方は設定の速度を 1.5 倍にしてみてくださいね。次にフルート。今回は12ページ目のところで暗い緑色の数字が出てきます。これは音ブロックは24クリックの高いファシャープの音が一番高い音なのに対して、今回はそれよりももっと高い高いソの音が必要になったので、その代用としてフルートのソの音を使っています。 B 統合版で遊んでいるのでフルートが実装されていないという方は、そのままサブロックで作ってみてくださいね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。リクエストルールが新しくなりました。コメント前にもっと見るのところに書かれているリンク先をよく確認してみてください。ミー音チャンネルでは毎日20時に音ブロックの作り方動画を上げています。チャンネル登録はこちらから。どんどん回路を真似して作って、友達にドヤーってしてみてくださいね。
本日の担当は時根津アンズでした。またね。